駿河寺と並んで街道筋と歌われた遠州寺は23宿。かつて人と馬しか通らなかったこの道も今では車の洪水です。その昔沿道ににぎわった宿場は今やガソリンスタンドに変わったのです。シェル石油をはじめガソリンスタンドは街道筋の新しい宿場とも言えるでしょう。この辺りは古くから開けた綿の栽培地、それだけに織物は今も盛んで大阪愛知に次ぐ生産高を誇っています。その遠州寺の中心浜松は古くから宿場町城下町として栄え、今や県と静岡をしのぐ勢いにあるのです。プラットホームのハーモニカ娘に象徴されるように浜松は楽器の都、しかも時を知らせる時報までがミュージックサイレント、この町らしい風情を伝えてくれます。人口37万を数える浜松はポンポンという名で親しまれているオートバイの町でもあるのです。市内電車の代わりにオートバイとバスが市民の足のすべて。浜松の朝はけたたましいオートバイの通勤ラッシュで始まります。よそでは見られない活気にあふれた通勤風景です。浜松は太平洋ベルト地域の中ほど立地条件に恵まれ、織物に楽器にと様々な軽工業を育ててきました。そして今や時代の要求にオートバイ工業が花形としてクローズアップされてきたのです。生産台数は全国の6割を占め、オートバイのトップメーカースズキ自動車をはじめ大メーカーが軒を連ねています。楽器の街と歌われた浜松も今日ではオートバイの街として新しい浜松の代名詞になろうとしているのです。こうしたことから市内の織物工場に働く織姫さんの週2回の花嫁学級にも、生け花要塞のほかに新しく設けられた講習がまた見ものです。それはオートバイの運転で、しかも花嫁修行の必修科目の一つとあっては機械に弱い娘さんたちも真剣そのもの。何はともあれ乗ってみなくてはとおっかなびっくり内またがってはみたものの、ボーイフレンドを操るほどには簡単ではないようです。先生に冷や汗をかかせた甲斐あってか、なかなかの腕前になりました。一応乗りこなせれば締めたもの、次はアベックでの乗り方という嬉しい授業です。オートバイの町浜松ならではの花嫁学級です。こうして移りゆく遠州寺の風俗を代表するものに箱揚げがあります。これは350年前時の城主飯尾氏の長男誕生を祝福して近在の住人が大凧を揚げたのに始まると言われています。こうして端午の節句を祝う凧切り合戦は遠州寺最大の奇祭として今日では町内単位にまで発展。さつきの空を彩る大空絵巻はけだし浜松っ子の生き地を見るようです。かつて遠州一円に封建都市として君臨した浜松は高度成長下の今日、太平洋ベルト地帯の中核として古い遠州寺から新しい遠州寺の象徴になろうとしています。